1723年のアメリカ北東岸の襲撃は、ラルシンプ戦争中の1723年4月19日から1724年の1月28日にかけて起こったものである。1722年にニューイングランド軍がノリッジウォックとペノブスコットで安倍ナき同盟を襲撃したことへの報復として安倍ナき同盟がアカディアとニューイングランドの境界であるケネベック、 川口でカスコを中心とするウェルズとマウントデザート島を攻撃した。インディアンたちのこの襲撃が成功を収めたことにより、1724年の春、マサチューセッツ総督、ウィリアム・ダマーはニューイングランド軍にトリデへの撤退を命じた。メイン州、左下にポートランド、その左にサコが見える。ダルシンプ戦争が起こった原因は、 ニューイングランドの入植地がケネベック側に沿って拡張し、より多くのニューイングランドの漁師が、ノバスコシアの海に漁場を求めて出て行ったことであった。アカディアとニューイングランドの境界は、ヌーベルフランスにより、メイン南部のケネベック側と定められていた。アン・ジ戦争後のユトレヒト条約では、ノバスコシア半島のイギリスへの割譲が含まれており、これにより、 ニューイングランドの領土は大幅に拡張された。しかしこの条約はヨーロッパで署名されており、アベナ貴族については何も触れられておらず、またアベナ貴族相手には何の協議も行われていなかった。そのため、アベナ貴族はニューイングランドの領主や入植地への襲撃をもって、これに抗議した。領土拡張へのアベナ貴族の抵抗に対し、マサチューセッツ総督のサムエル・シュートは、 アベナ貴族の昔からの土地であるケネベック川の川口地帯にジョージ、セントジョージ、リッチモンドの三つの砦を作った。一方フランスはケネベック川流域がフランス領であることを示すためにアベナ貴集落であるノリジウォックに教会を建て、またペノブスコット川流域での布教活動を維持した。教会はセントジョン川流域にあるメドクテウクにも建てられた。 ウィリアム・ダマー総督1723年の1年間で、ラル・シンプとアカディアの安倍なき同盟は、現在のメインにあたるニューイングランド植民地に14の襲撃を仕掛けた。1723年4月19日、フォルマスが襲撃され、襲撃した安倍なき兵は、チャブという軍曹をハーメン大意と間違えて殺した。同じ4月19日、スカボロでも襲撃が起きた。 ロジャーディーリング率いる、中東隊の兵たちの兵舎が襲われ、大尉であるハモンドと兵士7人が殺された。また、大人3人とディーリングの子供3人が捕虜として連れ去られた。同じ1723年の5月には、インディアンたちは、バーウィックで2人を殺し、ウェルズでも1人を殺した。また、ヨークに向かう途中で2人を殺した。その年の夏、ノリジウォック族と、 同盟関係にあるサンフランソワのインディアン250人がラル神父に先導されて再びアローシックを攻撃した。彼らは37軒の民家を燃やし300頭の牛を殺した。住民40人が中東兵の兵舎へ逃げ込んだが子供が一人行方不明になった。同じ年の8月と9月にはメインのサコとニューハンプシャーのドーバーが襲われた。タイのヒースタイと 二人の模ク兵を含む13人の兵士が30人のインディアン部隊と交戦した。インディアン部隊は二人が殺され、残りは撃退された。また、ニューイングランド軍は一人が戦死し、二人が負傷した。10月には、マウントデザート島が奇襲され、海から陸上に戻ろうとしていた、大義のコグスウェルと乗組員が連れ去られた、ほぼ同じ頃。 スミスとベイリーという二人の男が、ポーポイズ・ミサキで殺された。カズトは、ボーン諸島、もう一人は、古い礼拝堂からそう遠くない海岸で殺された。1723年の12月25日、60人のインディアンが、セント・ジョージ・トリデを攻撃して、ここを30日間包囲した。しかし指揮官のケネディ隊員は、ウエストブルック大佐が到着するまで持ちこたえ、敵を敗走させた。 1723年から1724年の冬、マサチューセッツはメインの教会に3000人以上の兵を配備したまた、ダルの首に賞金をかけた。メインの辺境地帯にインディアンたちが仕掛けた襲撃はかなり功を奏しており、1724年の春、ダマーは自軍に取り出に撤退するように命令した。ありがとうございます。